はい、皆さんこんにちは、ターザンバゴゾンです。そして高坂です。どうも、みやこです。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知音もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は千景の書おすすめキャラということで、まあ、今キングダムコラボをね、聞くと思うんですけども、はい、そこでね、あのサイのね、うん、こう防衛のやつで、はい、鼓舞するやつで、はい、期間限定の千景の書がもらえるじゃないですか。もらえるかもしれない。もらえるかもしれないんですけど、はいはい、それをまあどこに使うのかっていうのも含めてね、うん、はい、おすすめキャラを紹介していきたいと思います。なるほどね。はい、では皆さんね、一応ここで言うんですけど、あの使い忘れがないよ。そうね、そう、意外と期限短いからね。大事大事、うん、だからこれ今9月17日、はい、3時59分、これ3時59分に結構くせ者だろう、ね、これだって15日までだから、なんかこう終わってから2日ない、うん、そうなんで、うん、まあ早めに使っておいた方がいいですよ。確かに、はい、いうのもあるんですけども、はい、はい、まあ、こちらで、まあ、ちなみに俺はまだ1枚ももらえてないんだけど、もらえる可能性がありますから。みやもめっちゃもらってるらしいじゃん。4日目ですけど、今ちょっとネタバレになる。まあ、いっぱいもらってるらしいです。厳しい、はい、ということで、それをね、あのおすすめキャラを紹介していきたいと思います。はい、はい、ということで、ということで、はい、じゃあ超バランスから見ていきましょうか、はいはい、バランスでおすすめ、はい、はい、はい、ということで、はい、一番バランス型のキャラなんですけれども、はい、もうじゃあ一体ずついってきます。もう多分そんなに俺、はい、書いてないから、でも全部言っちゃってくださいよ。じゃあ私まずおすすめしたいのが、はい、セイラム、はい、ですね。キャラですね、はい、もう出てこないですけど、そうですね、今はちょっと入手できないんですけれども、はい、セイラムは絶対行った方がいいと思います。私、まあ、あの離れ小国ですよね、うん、が、まあ、セイラムの超バラはミューズ並みに大事なパーツだと思ってるんで、うん、これはまあ行くか行かないかで離れ小国の難易度っていうのがめちゃくちゃ変わるんで、うん、ぜひ行ってほしい。離れ小国も強いし、うんうんうん、でも、まあ、セイラム自体ね、あの貴族性の音楽の中だったらもうかなりパワーを持ってるキャラだと思いますので、うん、まあ、離れ小国が終わったとしても、使えるキャラなんじゃないかなと思っております。はい、友情も、なるほど、確かに貴族性だし、友情マジ強いです、うん、いいキャラですね、うん、はい、なんでセイラムは私一押しのキャラ、はいはいはい、になっております。おお。はい、はい、あとは、あとはもうなんでバランスないの。あとはまあ俺はあれですね、ガーネット、あ、まあ、テンマですね、はいはいはい、うん、テンマ8の反射枠でもう一番強いと思うんで、うん、ガーネットは行っていいんじゃないかなって思ってますね、うん、で、ちょっと今回今あれだ、当たり前の人たちもいるんですよね、うん、当たり前に行った方がいい人たちもね、うん、まあいるんですけど、うん、そうですね、まあメモリーとか、うん、まあ、うん、まあ、限定軍団ね。そうですね、限定はまあ当たり前に行った方がいいとは思うんですよ。うん、なんかどういうターン。どういうターン。タイガー桜井が話してるターンだから。そういうターンね。そうあ、じゃあ別々なんでしょ、はい、そういうターンでいきましょうか、うん、はい、はい、うん、まあでもそんなもんかな、うん、はい、はいはいはい、まあでもその当たり前で言ったらメモリー以外は、うん、メモリー、まああとアミダはもうやっぱ強いと思いますね、うん、最近接待というか、うん、あれもありましたし、うん、なんだっけ、超究極じゃなくて超究極かビデルザもありましたしね、うん、まあ、アミダめっちゃ強かったと思うし、うん、あとはうん、この辺ちょっともう古くなっちゃいますね、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、じゃあ俺のターンいいですか、はい、俺はバランスだったら、はい、まあなんかここ1年の限定はまあ、うん、全部行き届くかなって思ってます、うんうんうん、はい、なのでまあ工場をなんか中心的に上げていくんですけど、うん、さっきタイガー桜井で言ったガーネット、はい、俺もめちゃくちゃいいと思います。ありがとう。今も使ってるし、うん、ガーネットはおすすめかな、今使える。で、まあある意味使うなと思ったのは東海道中膝栗毛とかは普通に強いなって思いました。膝栗はまあ、まだそんなに多くないラインだしね。うん、まあ、なんか工場だったらバランスだったら、はい、うん、うん、
なんかこのダメ王元素クラインって結構強いキャラ出てるけど、ブロックまで持ってるキャラっつうのはなかなかいなくて、うんうん、火力もかなり出る工場なので、うん、東海道中膝クリゲは結構おすすめかな個人的には、はい、ね、ラルガメンテで、ラルガメンテね、はい、うん、まあブロックないけどね、いけるキャラはいるんですけど、うん、全然こいつまだ最強格だなと思ってるんで、はい、うん、こいつはまあまだ作ってない方はあいつをね、ラルガメンテとか、うん、でこれからの活躍もあるかもっていうレベルなんで、おすすめ。あとバランスはね、うーん、俺結構あとね、将来性とか見て、加藤清正かな、清正強いよねこれ。いや普通にまあ今でもあそこコンプレックス、コンプレックスとか、うん、まあ転送壁なんでね、 あそこね、なんだっけ、ああ、ええ、あれあれ、ユミックスのやつなんだっけ、バル、バルハラ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 、まあ一番ではないかもしれないけど、使えるし、うん、やっぱバランス、超バランスで超マイエールで転送壁持ちで殴れるキャラって結構いない、8ターンで回しやすい SS も持ってるんで、これからかなりあるのかなとも思いつつ、まあ加藤清正は、まあこれはちょっと将来性っていう観点ですけど、はい、結構なんかいろんなキャラいっちゃって余ってるって方は行くのありかなって思いました。はい、まあフラパーじゃない、ドリーム、ね、うん、そう、あ、ドリームディズキャラなんで、うん、そうで、カダもそうっすね。はい、うん、なんかやっぱり怪しいと思っているラインのキャラなんで、うん、まあ不足点同じラインですし、うん、うん、なんか不足点が刺さってきたらこいつも刺さってくるな、多分爆発キャラとして使うなって、殴りも悪くないんで、カダとかもなんか将来性っていう面で、まあ、今回、まあ、パワーはあるなと思っていいんじゃないでしょうか。はい、キャマスとカダはもう投資系で、投資キャラでね、まあね、あの期限付きのね、書だからね、うん、うん、まあ、行くのいなかったらみたいな、そうそう、チャンスかなって、うん、こういう機会に、でまああとは豪絶系かな、うん、うん、豪絶全部バランス系は、うん、うん、これかな、まあこういうところ、プレデビ強いな、うん、プレデビとかね、うん、リクエクスとかもそうだね、うん、うん、うん、結構なんかこういう時に投資する、普通の生書使いづらいキャラは、うん、こういう機会に行くのがいいんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。以上です。はい、坊さんいますか。なんか俺はね、一体タンネズ、タンネズね、ジロネズ、はい、かなっていう、まあこれはまあ普通に深淵で使えるキャラだし、うん、まああの天馬でもね、はい、使えるしということで、なんか悟りとのもね、いいっすよね。そうそうそう、環境なのが、だから俺は結構、まあ、最近で言うとね、タンネズは行ってもいいのかなって思いましたね。俺コラボ考慮しなかったわまあコラボキャラ強いの多いっすからね。まあそうだね、うんうん、コラボキャラいいっすね、うん、そしたらシオンとかもいいじゃないですか、結構、うん、そうだね、うん、って感じかな。シオン持ってないんですいませんはい、はい、はい、私は以上ですね。はい、まあ、バランスはそんな感じ、うん、はい、じゃあパワー見ていきましょうか。はい、パワーはですね、まああの限定で結構片面パワーのやつがいらっしゃるわけですよ、うん、ちょっとね、俺これ図鑑にしようさすがに持ってなさすぎるから、例えばまあなんかね、まあ、限定は生き毒っていうところなんですけど、うん、まあ悟りは、うん、もうパワーの方、パワーの書って結構やっぱ余るんで、うん、数少ないですからね、うん、パワーの書が落ちたら、あのこっちの使わない方の悟り、あまり使わない方の悟りね、にスライドして、パワーの書使って戻すっていうのがかなりおすすめです、うん、ありっすね、はい、なんで、同じ理由でミューズ、うん、これも生き毒です、うん、これはあのちょっと見落としがちかもしれないですけど、パワー型なんでこの人たちは、うん、あとファウストもそうかな、うん、うん、まあ、ファウストは普通にパワーで使うことが多いけれども、うんうん、この辺はやっぱ限定の中だとやっぱ生き毒だと思います、うん、はい、でちょっと戻るんですが、工場だとこれだな、俺これ行きたいなと思ってますね、青森、はいはい、うん、はい、まあ、やっぱりその深淵の中でも一番回りやすいと言われている木の涅槃のところ、うん、はい、の、まあ、最強格のキャラなんで、まあ、これは行って間違いないんじゃないかなと思っております。強い強い。
まあ、あとは結構ねパワーやっぱりね画面少ないね。いやキャラがねちょっと少ないですけどね。いまだに鎌足りは言っていいと思う。いや、まあまあそうだね。まあ、ミューズ複数体詰める人がどれだけいるかって話ですからね。そうだね。まああとは運枠かな、ハービセル、うん、も、ありだと思いますね。そんなもんかな、パワーは。でも少ないよね、本当。まあこのラプラスとかも余りやすいとは思う。ラプラスも行きたいな。ありますか、なんか。俺もほ、青森。俺は行ってるんですけど、まあ、普通にやっぱりあそこ動くクエスト、動きたいクエストなんで。スピード大事な。青森は。そのまあ深淵をやる人はまあ大変な人やると思うんですけど、青森行っとくのかなりありだと思う。で別にさ、ここいつ深淵以外でも多分ミカエルとの合わせで結構使う可能性も。そうですね、ベストミカエルフレンズですよね、重力ダメオでね、なので青森はかなり今回ね普通の生所行きたくねって人はおすすめですね。あとはベリビア、ベリビアさんはまあもうあのネネキリとか終わってる人とかはいらないと思うけど、あそこでバカ強いんで、まあこいつとかはスピードアップもあるしこれからも使っていける可能性あるからおすすめ。はい、強い普通に。ありそう。あとはまあ未開進んでる人なんですけどプルケは行きたいなっていう感じっすね。こいつ普通に強い。あとはティルウィングでしたっけ。ティルウィング、でも適性もらってますし、結構意外と連れてくかなっていう感じで。45難しいしね、まあちょっとね慣れないとね癖あるんで、まあプルケもおすすめです。で相変わらず鎌足り俺も、こいつはさっき言った通りです。強いかなと思います。まああとは同じで豪雪系のパワー方かな、さっき言ったハービセルみたいなキャラとか、そこら辺解けたらかなりいい感じかもしれません。あと言い忘れたんですけどちょっとこれコラボ考慮してません。であれかな、限定系かな、ここ1年のは行き得かと思います。まあ、さっき出たミューズ、そう悟り、そうミューズ悟り、そう、まあラプラスとかもいいと思いますし、限定系はね、まあ、限定を優先して入れて、まあ、その後ここら辺の工場とか自分のやるところを考慮してつけるといいかと思います。どうぞ。いますか。俺もなんか同じような感じだけど、まあ俺もサトルヌスやっぱり言ってるけど、でもなんかあんま最近そんなに引っ張りだこってわけでもなくなってるから、まあどうなんだろうね。まあやっぱルシが出てね、ダメオ転送のところだと、そうそうそうって感じになってきたからなとは思うけどね。バラハバラハでも強いけど、バラハバラハとか特にちょっと動きたいクエストではあるからね、まあ言っといた方がいいのもあるけど、まあそんなになんか、まあこれも恩恵生かせますよね、やっぱ、ダッシュ持ちだからね、なんかアド取れてる感じしますよね、ちょっと。そうそう、だからまあ本当になかったら行ってもいいのかなとは思ってる、確かに、でもあるし、はい。じゃあスピード、はい、スピード型はね、まあ結構いろいろタクあるんですけど、まああのミューズまずは、まあこれパワーの方でね行った方がいいと思うんですけど、パワーショー出ないっていう人もいると思うんで、まあミューズは行った方がよくて、あとはベジテバラと離れコグニ、でこれってなんか超スピードいかない方があの普段使いしやすいみたいなのこともねあると思うんです。ああそうかもね、これちょっと考えた方がいいと思う。だからこれはやっぱりなんだろう、行きたくなるけどちょっと悩むところではあるよね。スピードアップしちゃうとなんか止まるのが遅くなっちゃうんで、だから調整とか、そうしづらくなっちゃうからね、まあ、特にベジとかはなんかパーツになりやすいキャラだと思うんですよ。そうだね、だからベジのなんか2体目とかがいるといいかもね。
あの念のためね。わかるわかる、うん、で結構2体目シリーズが多くて、うん、俺田村麻呂これ1体いってます。あ、はい、まあ、これもね、うん、同じでね、これ2体シリーズね、なんか配置とかしたりとか、うん、っていう時にちょっと、うん、ね、超スピードだとね、基本こっち使うんですよ、うん、基本はスピード型の方使うんですけれども、なんかやっぱ超スピの方がいいなっていうクエストもやっぱあるんで、うん、うん、田村麻呂と同じ理由でモスコミュールもそうですね、うん、モスコミュールもあの、なんだろう、1体超スピにしたいなと思ってます。1体超スピで1体レベル1みたいな、うん、レベル1までちゃんと持ってる、持ってるんすよ、引いたね、引いた、珍しく、あ、言われてなかった、まあ、運よくね、はい、出たんですけども、まあなんか2体以上いる人は1体超スピ作ってもいいんじゃないかなと思ってます。あり、あり、あと、まあ、コラボなんですけど、うん、俺はやっぱ結構キラヤマとはお世話になるんで、あ、まあまあ、うん、このまま行ってもいいかなって俺は思ってますね、うん、うん、でも持ってないところで言うと、水属性の限定シャルルマリュ、シャルルマリュ行きたいですね、行かなきゃダメですね、あいつは、ね、まあ、あとは本当限定ですね、ワタツミ、うん、ディーバはちょっと分かんない、ディーバは 役目出てきてから、うん、かな、カルニベ終わってない人はあれなんじゃないかな、そうね、カルニベでは最強格なんでね、うん、うん、カルニベ終わってなかったら、まあ、あと当たり前に役もね、うん、うん、メモリーこっちもあるんだね、メモリーのスピードもあると、うん、うん、まあ、この辺の限定ですね、うん、はい、結構言い切ったかもしれない、うん、うん、ありますか？なんか意外と、なんかパーッとなんか適当にぼ、なんか、うん、なんかここ1年ぐらいのキャラ見て超スピー振りたいやつ限定以外正直なかったんですよね、うん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 、そう、なので個人的なスピードはまあ限定一択かな、持ってなかったらなんだろうね、なんかパッと出なかったっすね、うんうんうん、正直俺もなんか言ってるやつほとんど限定だし、うんうん、さっきみたいに田村麻呂とかさ、うん、なんかモスコミュールとか結構スピード調整したいっつうのもあるんで、はい、まあ、2体目だったらさっき才川桜井も言った通り、うん、行くのはありかと思う、まあ、ただちょっと最近強かったっつうと解体新書とかこれね、うん、解体新書はまあそこをやる機会ってあんまないとは思うんですけど、うん、これ行かないとクリアできない。かなり難しい。深淵の刹那ですね。うん、まあ、あそこを特別やる必要はないですけどね。うん、行かないとちょっと俺はきつかったですね。うん、まあ、工場だったら解体新書はなんかまあ強いかなーで、俺のボックス的にも言ってるキャラだな、ここ1年のキャラだったら、うん、と思いました。俺あとは結構スピード型は限定に振りがちっすね。うん、なんか、うん、カエサルとか、うん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 、バビとか、ナビロン。うん、あとはヤクモとかなんかそこら辺の、はい、うん、一定公開したキャラは、デイゴっすね。デイゴは絶対行かないでください。デイゴはなんか行くと止まらなくなって本当に使っちゃいます。デイゴにはまあなんかステージによってはいいと思うんですけど6とかで使うと事故る可能性が増えるので、まあ、デイゴはやめといた方がいいかと思います。デイゴはやめておきましょう、うん、だからスピードがなんかあんまりなんかパート出なかったね。やっぱ限定が強いんですかね、うん、そう限定がやっぱ抜けてて、なんか結構工場はなんかサポートキャラが多いし、うん、なんかそうメイン火力になるやつってなんか結構少ないなっていうのが今今回見てて思いました、うん、なんかいるのかな、もうちょいわーって見てみれば、まあ、コラボとかちょっと考慮してないんであれなんですけど俺は、うん、まあ、刺さったら強い人たちがね多そうですね。そう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 、うん、何がいいだろうね、まあ、最近出た孫市とかは結構期待かもね、はい、ジャッキー M で殴れる、うん、強そう、うん、使うところがね今のところっていう感じかな。まさ、うんうん、なんかいますか。俺はまあ結構やっぱりね、その位置調整とかで俺はあの1体しか持ってないやつとか見て多いから、うんうん、あんまりスピードいかないんだけど、うん、でもね、でもこの中で言ったら確かにキラヤマトとかは結構行きやすい部類だと思う、はい、っていうのはそのキラヤマト入れて動きたくないってことはないと思う。そうですねキラヤマトはまあ暴れてなんぼですからね。そうそうそう、だから、うん、まあキラヤマトはこの中だったらいいんじゃない、まあ、持ってたら限定、限定っていうのはそのコラボキャラなんで持ってなかったらだけど、うんうんうん、って感じかな。
はい、ありがとうございます。おお、いやいたかも。まあ大阪とチェシャ猫かな、うんうん、大阪、大阪チェシャ猫は、大阪はなんか結構いろんなところ刺さってるし、うんうん、なんか使ったな、なんか使ったな、うん、これは深淵いけるんで、そっかそっか、僕いけるんで、うん、そのキャラが足りてない人は選択肢入ってくるかも、うんうん、なんかで使ったな最近。でもなんかパワーあるよね。パワーかなりあると思うんで、うん、大阪はありかな。まあ、ちょっと、はい、今も一応使えるけど一番ではないと思ってるんで、チシャネコ、うん、チシャネコはやっぱこの機会に行くべきキャラかなっていう感じ。今結構推してるもんね。でも反射ブレインは俺勝ち高いと思ってるんで、うん、チシャネコはちょっと強いかな。はい、これもなんか今ガン刺さりっていうところは、うん、過酷になっちゃってるけど、うん、これからのキャラとして一応投資しとくのはありかなと思いました、こいつは、うん、はい、はい、攻撃型いきます。はい、攻撃型はね攻撃型、攻撃型限定除くと、あ、まず結構趣味だと思うな。はいはい、俺は結構このシードルとか行きたいなって思ってるんですけど、はい、いいじゃないですか、シードル行ったら面白いとは思うんですけど、うん、行ったら面白いとは思うけど、まあ、まあ趣味なのかなとは思います。趣味だね、うん、だって指揮棒振ってるもんねでも強い指揮棒だからね。そう、強い指揮棒を振れるんで、エナジーそうね。これ多分行くか行かないかでかなり印象変わるキャラなんじゃないかなって思ってるんで、うん、うんうん、シードルせっかく出たから行きたいなとは思ってますけど、まあ趣味ではあると、うん、なんでまあ限定はおすすめですね、普通にね、まあ、限定とかまあそのヤクモだったり、まあ、ホロバだったり、うん、まあキルヤも行きたいなと思って、これキルヤは行きます、ちなみに行きます。いいぜキルヤは。キルヤはさすがにあの砲撃コピーは強いんで、うん、うん、これ行きたいなと。いいなキルヤ行っております。まあ限定っすね。あとキリンジは絶対行ってください。うん、はい、キリンジは絶対行ってくださいね。はい、うん、なんかいます？俺もね、パッとね、うん、工場はいなかったんだよね。テセウスぐらい。あー、テセウスね、うん、はい、まあここ最近で言ったら、うん、うん、まあ、結局ね、この砲撃使いたいってなったらそれに行くのがいいとは思うんですけど、俺も、うん、だって超砲撃にしないとほとんど意味ねえから、うんうん、攻撃型っていうのは、はい、なんかアドを失いすぎてるんで、うん、半減ですかね。そう、使う砲撃型に基本行くのがいいと思います、その趣味とか含めてね、はい、うん、なのでなんか当たり前のことになっちゃうかな、うん、テセウステセウスは結構使う頻度が多いんで、うん、あり、はい、そうで、他の砲撃型はやっぱり、うん、でも結構限定に頼っちゃってる部分があるんで、うん、うん、なかなか難しいですけど、まあちょっと前のを入れるとスピリタスとか、はい、ヘパイストスとか、うん、あとは結構姫路とかもなんか手数化するときに便利だなと思ってたりするので、うん、姫路、うん、なんか速殺でミサイルってそれで巻き込むみたいな、できると思うし、友情も強いし、まあ、姫路とかもありかな、まあ、結構そのやっぱ周回ガチ勢だったら使う機会が、そう、使う、そうそう、可能性があり得る、うん、あるやつは行くのありかな。まあだからワンパン性能があるやつとかね、今だったらアロンダイトとかも、うん、まあ比較的ありかなと思う。バマゾンさんにおすすめしたアロンダイトね、そう、はい、うん、まあ、あとは意外にタナトスとかも面白いワンパンができたり、なぎ払い、なぎ払い、タントスでなんか全体友情持ってるんで、まあここら辺なんかそのケイウサとかこれから来るのであればワンチャンあるっていうキャラはここでなんか限定とかそこら辺結構つけちゃって何つけようか迷ってるって人は選択肢入ってくるかなって思いました。もうどうしようも持て余してしょうがない。そう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 、はまあ将来投資というか、そうそう、なんかそういうなんだろう、ワンチャンでも使う可能性ある攻撃型に行った方がいいんじゃないかな、うんうんうん、とは思いますね、うん、うん、
以上。パブさんは。いや俺も別にそんないないくて、まあ大体限定になるのかなっていう気がする。こういうね、ちょっと。うん、あと本当にマジで何自分が何のクエストやりたいか、でそこに本人が入ってるかどうかってことだと思うから、そう。やっぱ違い作れるやつがいいですよね、その限定と差別化できる。そうなるとなんかやっぱワンパンしないとみたいな感はあるかな、うん、そうだね。だからこれっていう感じがあんまりないかな。マホロバ3枚いくのおすすめです。そうだからね、そういう人が多いと思う。限定でその3体目いけてないとかさ、うん、なんかそういうのに扇形は使った方がいいかな、うんうん。特にヤクモなんてもう全部持ってるやつ宣言解放させろみたいな。そうですね、うん、勢いでいいと思うし、ヤクモは全部いっていいですね、うん、なんかそういう攻撃まあいるじゃないですか。まあファウストとかもそうだし、うんうん、ねえ、とりあえず複数いっとけよみたいな、うん、まあ少し前だとソロモンもそうやん。そうですね、複数いっとけっていう感じなんで、うん、サトリも複数いっとけ、キリンジも複数いっとけ、うん、なんか2体以上いる限定にこの機械に使うのがいいんじゃないかな。確かに、うん、そうですね。普通にいやマジで交渉はちょっとねやっぱ、うん、限定の力に押さえつけられまくってるんで、まあね、まあ、友情は特にね、うん、そう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 、そうね、ねあとはまあ豪勢付けに行ってください、余ったやつは、うんうん、それがいいと思う。買うシリアルじゃん。カウシーディアもこれを機に、なんか、まあ、別に別友情威力期待してないしなみたいな感じで入れてなかった人は入れてもいいんじゃないかな、はい、これを機会に。まあ、砲撃の書ってなんか、うん、ぶっちゃけね、バランス以外はね、今ね、余ってる時代なんですよ。そうかもね。うん。まあ、なんで、存分にやりなさい。存分にやって後悔はしないかもしれない。そう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 。うん、そう、結構そうなんですよね。だいぶ余ってきちゃいましたよね。うん、余ってきちゃった。うん。ということで、じゃあ以上でいいですか。はい。はい。もうこれラムアルファおすすめです。バランス。バランス。ちょっと今さですけど。うん。ラムアルファおすすめ。はい。ということで、まあね、今回のねコラボ手に入った私皆さんもね参考にして使ってみていただければと思いますよ。キングダムキャラは？あ、おすすめおすすめ。びっくりするぐらい出てなかった気がする。確かにキングダムコラボですか、ね、キングダムコラボなんで。いや俺ちょっとコラボキャラ抜いちゃってたわ、うん、なんかでもすいません。まあシーンはほんと天魔6でかなりやっぱ強いんだよ。うん、毎月使う人はまあシーン、まあ、行くか行かないかでかなりね難易度変わると思うんで、うん、行っていいと思いますし、シーンはいいキャラだよね。うん、転送界を持ってるから、てか多分やっぱ行かないとちょっとやっぱ大変かもしれない。普通に生所行ったもん。うん、うん、生所行った、うん、ね、王毅とかも、はい、で王毅もね、結局パワーオーラ、うん、で火力アビリティもあってトライアムですね、うん、超バランスの恩恵が結構やっぱり大きいキャラだと思いますので、うん、友情もね、うん、強力なんで、うん、全然俺は行っていいと、うん、まあ普通におすすめですね。てかまあ行かないと使わないかもしれない。うん、うん、まあ転送反射ドレインってだけでマジで行く価値あると思います、うん、こいつは、うん、将来投資に、うん、今回のショーは使うのがいいと思ってるんで、うん、大きも終わりかな、うん、まあ協会も同じ意味で、うん、はいはい、ということでコラボキャラも全然おすすめと。アザチョウベもおすすめ。今日アザチョウベもおすすめです、うん、はい、はい、ということで以上になります。我々ね、メンバーシップもやっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。